ゲーム、トラの大穴、スペシャル、スペシャル。宇宙から新しいゲームの情報が降り注ぐ。こんばんは、ゲーム虎の大穴、パーソナリティの串田理子です。さて、今日は1月6日、明日は7日、七草がゆだ。セリナズナ、五稜箱べら仏の座、鈴名鈴代でいいんだっけ。やっと覚えたよ。でも秋の七草って未だにわからないんですけど、どなたかご存知ですか。あ、やっぱりハギーはわかりますよね。それ以降ちょっとわからないんですけどね。1月ももう6日となりましたけれども、今年一番最初に発売されたスーパーファミコンのソフトって何だったんだろう。ちょっと記憶にないですね。去年はね、去年だよね、95年ってヨギーベアっていうソフトだったんですけどね。確か1月4日発売の。今年は何が発売されたのかな。皆さん運試しだと思ってちょっと買ってみてください。それで今年のスーパーファミコンの行方が占えるかな、どうかな。さて、今日からですね、毎週土曜日3週目、1月の3週目までの土曜日は春学園スペシャルと題しましてですね、ゲーム、そう、コンピューター総合学園春 HAL の、特集なんですよ。春学園さんのどういうことをやってるのかっていう内容とか、生徒さんが作ったゲームをね、みんなで遊んでみようとか、そういう盛りだくさんのコーナーが用意されておりますんで、皆さんまずは、今日はマガジンじゃないんですよね。その春学園さんの生徒さんがお作りになった1本目のゲーム、こちらを受信しに、ゲーム博物館の方に行ってください。串田理子です。さて、今日から、1月の3週目までですね、土曜日はコンピューター総合学園 HAL、 コンピューター総合学園春さんのスペシャルということでね、いろいろやっていきたいと思いますけれども、まずその第1弾を飾る第1弾はインタビューコーナーと題しと題し、スタジオにですね、ゲストの方をお迎えして、コンピューター総合学園春さんからね、ゲストの方をお迎えしていろいろやっていこうというわけです。すでにスタジオにはですね、3人の春の偉い方がはい、偉い方が、お越しいただいております。まず右から山田主任、そして、酒井先生。はい、こんにちは。名古屋の酒井先生ということですね。名古屋です。はい、そして、大阪校の田島先生。はい、はい、よろしくお願いします。名古屋の先生と大阪の先生、ちょっとニュアンスが違う、まあ、関西弁と名古屋弁ですね、ちょっとずつ違う。ほうだぎゃーすいません、ほうだぎゃーって、ね、なんかね、なんかインターナショナルですね。京都も一人いるし、ね、それでは早速ですね、春学園さんについての質問、結構ね、この聞いてる人、あのサテラビュー買うほどですからね、ディープな人多いんで、ゲームのことを扱ってる学校ってどういうのかなって興味持ってる人はね、たくさんいると思うんですよ。うん、そこでね、いろいろちょっとお話を聞いてみようと思いますけれども、まず、まあ、今ね、今お聞きしたんですけれども、春さんは名古屋と大阪に校舎がある。他には、他で関連学校で、はい、モード学園というのは東京、大阪、名古屋、パリ。はい。はい私もパリがいい。なるほど、じゃあ大きいんですね。その一校舎あたりのセット数、あるいは全部で生徒さんって大体どのぐらいいらっしゃるんですかね。名古屋校が大体2000人ぐらい、はい、大阪校が3000人ぐらい、はい、うわぁ、5000人もゲーム作りたいですね。ゲームだけじゃなくて文化ぐらい、はい、でやってた。それは文化になってるわけですか。圧倒的にやはりゲームを作ったりするんですけど、春学園さんってどの程度のことが学べるんですかね。基本的にですね、はい、3年ほど前から任天堂さんと提携していただきましてね、はい、いわゆる、まあ、ファミコンのゲーム作りからスーパーファミコンのゲーム作りから、技術的なところをまず確認を抑えて、それと、まあ、並行していろんなアイデアを形にまとめていく、作品をまとめていくというのがパラレルでやってます。ほう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 、任天堂とさっきのゲーム、これは世界で初めてです。ついね、すごいですね。いいね。酒井先生は、はい、先生ということなんですけど、どんなことを教えていらっしゃるんですか。僕は、
スーパーファミコン、プログラミングとですね、あとはゲーム企画について授業をしています。で今は、4年生、うちの学校はですね、4年間で卒業できるんですけども、それの2年生のゲーム学科の先生をやります。はい、2年生何を教わるんですか？スーパーファミコンの、プログラミングをやるんですけども、今彼らは横スクロールのシューティングゲームを一生懸命作ってます。それが2年、それが2年ですね。そう、何が出てくるかですね。僕も楽しみ楽しみしょうがないです。田島先生はどんなことを教えてらっしゃるんですか？私もゲームですね。はい、佐部先生とほとんど同じ。今何年生を受け持ってらっしゃるっていうのは、ね、私の場合は1年生と2年生を受け持っています。はい、じゃあ責任重大ですね。もう学習意欲に燃え、好学心に燃えた。そうですね、1年生は本当に夢を追って入ってきていますからね。はい、その夢を潰さないように、サボり癖の多い生徒。いや、もうそろそろね、今頃の時期なんか出てきてる。春はですね、出席率が8割以上ないと大変でしょ。おー、全部科目に厳しいですね。日本一科目厳しい。宿題は 100% なんです。え、そうなんですか？え、もう1本でもですね、宿題出してくれる、もうその単位上げません。え、ということは1年生のままの横スクロールのシューティングもできない。それもずっとそうなんですよ。厳しい。私全然アウトですね。出席カードとか毎時間取ってます。でコンピューターで出席しましてね。コンピューター学園春ですから。ですからね、春ですからね。2001年とかそういうのあるんですよ。さて、もうすぐ受験シーズン。もうすぐ受験シーズン。春さんの受験テストとか試験ではなくてですね、はい、創造性を試すな試験で、森ちゃんの試験を作ってますね。はい、で80点満点という奇妙な試験なんですけど。80点好きですね。はい、どう言っていいのか分かりませんけど、ジャンルが4つぐらいに分かれてまして、例えば、まあ、パズルのような試験もありますけどね。いわゆる小中高でこう偏った教育を受けてきてますから、はい、記憶力だけに頼る試験ばかりですけど、それを春に入ってからはクリエイティブな方向へ伸ばしていくために、ちょっと形のずれた試験。おお、じゃあちょっと頭を柔らかくして臨まないと。そうですね、要するに大学受験とかずっと目指してやってきてる若者の方ですね、ちょっとこうクリエイティブな方向に行けるためには、従来の記憶だけの試験とは合わないですね。ああ、記憶だけじゃダメなんですよ。それになるんですよ。僕はもう30歳で言うと正解しますから。ほら、ほら、でも俺でも30には言ってないよ。なんか実感こもってたね。別にいいじゃん。さてさて、生徒さんね、まあ皆さん直で接られてると思うんですけれども、どんなタイプの方が多いですか？あるいはもう即戦力だよとかいう方とか育ってらっしゃいますかね？どうかなっていうのはあるんですけどね。やっぱりその本当に好きで入ってきますから、うん、やる気はすごいんですよ。で、あと自分でそのどれだけ研究しようというその意欲があるかどうか、それで全然そのやっぱり違ってきますよね。ですからその自分はこのゲームが好きだもんねっていう感じでですね、勉強するということよりも、そのもう一歩違った見方をするっていうのはですね、その先ほど言った即戦力というのにつながってくると思うんですよ。例えば一つのものがこうあるとしたら、片方から見るんじゃなくて、例えば横から見てる、後ろから見てる、そういうような姿勢が結果的にはその即戦力につながってくるんじゃないかなと思います。で、実際これからいろいろゲームを見てもらうんですけれども、はい、そのいろいろ見てもらうゲームもですね、やはりそのいろんな方向から常日頃くんって考えてて、それでパッとひらめいた、そういうところをこう彼らゲームにしてるんで、そういうところがですね、まあ、先ほど言われました、即戦力っていうのはどの程度のものか、はい、で皆さんでですねゲームをちょっとやって試してみていただきたいと思いますね。そうです。じゃあ皆さんにはもうダウンロードしてもらってるかな。とりあえずインタビューゾーンはこの辺で一旦終わりたいと思います。それじゃあこれから一緒にゲームで遊んでみようと思いますんで、よろしくお願いします。はい、